おはようございます。いよいよ出発の日になりました。ですがこの日ね、10月29日日曜日なんですね。そうするとヨーロッパのサマータイムがここで終了したという時やったんですよ。だから、夜中の2時かな、1時間時計の針を遅らせるということになりました。で、相も変わらず私たち結構早起きをしていたもんですから、本当に夜中の3時ぐらいからね、あ、いよいよ出発やねみたいな感じで起きてたんですね。そうしますと私 E メールがポロリンと届いたんです。で、何かなと思って開けてみたら、あなたのフライトが変わりましたと。へっ、何でしょう。私たちね、本来8時ぐらいにここを出て11時20分発の飛行機で、ロンドンに行くと。で、ロンドンで5時間待って、で、その後ブリティッシュエアウェイズの飛行機でストレートにバンクーバーに帰って、バンクーバーが夜の8時ぐらいっていうんですかね、そんな予定だったんです。で、それがね、フライトが一つキャンセルになったからっていうんで、新しく違うルートを考えてくださったみたいで、こうなりましたということが書いてありました。それによるとバーゼルを、10時55分かな、まあだからあんまり差はないんですけど、か出て、で、どこ行くかってフランクフルト行くんですって。で、フランクフルトに行って1時間ちょっとの待ち時間で、そのまんまエアカナダに乗ってトロントへ。で、トロントで2時間ぐらいの待ちがあってバンクーバー。で、バンクーバー到着は夜の9時半とか言うんですよ。それどうなんと思って、まあ出発の時間は変更なし、そのまんまで行けたんですけど、フランクフルト1時間ちょっとって、どう考えても出国手続きもあるし、ちょっと時間足りひんの違うか、あの空港でってすごい思ってたんですが、まあまあなんとかなるやろと。ふみちゃんいつもまあなんとかなるんちゃうっていう感じなので、私も気楽にせやねっていう感じで、バイキングの船を降りました。で、バスが待っていてくれて、で、このまま空港に連れて行ってもらったんです。で、バーゼルの空港ってまあ小さいわけですよ、スイスだしね。で、大きなその国際便ってあんまり飛んでへんのちゃいますかね。チューリヒとかなら飛んでるやろうけど、それで国内の1時間ぐらいの距離のとこを飛ぶにはですね、飛行機が小さい、2席通路2席みたいなね、横4列みたいな感じなので、上の荷物棚も小さいというので、チェックインした途端にね、私預けませんって言ってんねんけど、こんなんをつけられました、ピッて。あ、なんやこれと思ったんですけど、一応ね、引き返しもくれるんですよ。何かというと、飛行機に乗る前に飛行機のそばにでこれをポンと渡して、で、今度向こうに着いたらまた飛行機のそばでそれを受け取るということのようですね。要するに自分で荷物棚に行くからちょっとこう乗せる必要がありません。荷物棚も狭いですからそんな乗りませんよということのようで、まあ預けると近頃ね、あのユーロで50だの30だのとお金かかるから、みんなキャリーオンのちっちゃなバッグ持ってますから、こういう方法を取ってるんでしょうけど、これ賢いな。だってね、私たちにとっても楽ですもん。ほらほら、あの飛行機の脇のところでね、みんな荷物持ってきてるでしょ、取ってるんですよ、あれで。そうなんです、ああいうやり方すんのねと思って、ただ困ったことに、あ、ここから下に降りるのね、上がるのはエレベーターとかエスカレーターあんのかな、降りるとき階段なんですよね。だとりあえず自分の荷物持ってあの階段を降りなきゃいけないって、まあそんな重たいのにね、結構大変やないですか。ふみちゃんも、こんなん降りるんとか言ってすごい言ってましたわ。はい、これ飛行機の中です。案の定上の荷物室えらいちっちゃい、だからみんなちっちゃな荷物だけで済むようにまあできてたわけですね。で、予定通り、まあ、出発はいたしました、いたしましたが、これから先のフランクフルトが問題ということなんですね。で、こんなちっちゃな飛行機はフランクフルトに着くと大抵あの蛇腹のところではなく、全然関係ないところにポーンと降りて、そこからですね、今度はバスで移動なんですよ。で、バス移動、またこれがね、えらい走る、結構長い。で、私たち座らせてもらって、で、そのバスでぐんぐんぐん行ったんですけど、
そして着いた時に、そうなんですよ、このおじさんね、あのバイキングはちゃんと手配してくださって、このヘルプしてくださるおじさんを手配してくださってたんですね、すごい。でこの方が出迎えてくださって、これからトロントに行く方はって言って、はいとか言って手挙げて、ね、6人じゃあついてきてくださいって言われてね、それまで割とゆっくり喋ってたのについてくださいから、あとは早いんですよ、ものすごい早足でタタタッと、そらそや時間ないもん、もう1時間切るでぐらいやったんで、タタタタタタタッと歩いて、でも必死になって私ら追っかけていくんですけど、上がるときはね、あのエスカレーターあるんですよ、で降りるのがまたなかったので、あのね、多分上の階で移動してたら時間足りひんからって言うんで、この方ね途中でもう一回降りて、もう一回バス利用したんです。だからまた降りやなあかんことになってしまって、もうふみちゃんそれには耐えかねたみたいでね、あのスーツケースをそのまま引きずって、ダン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 って階段をね降りていったんです。すさまじく、それが3階ぐらいあったの、もうすごい音。そうしたらね、持ってるアップルウォッチがそれに反応してね、あの倒れたって思ったみたい、大丈夫ですかみたいな忙しこっちゃもうドン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 って言わして、それで今度またそっからバスに乗りので、また向こうに着きので、その先あの入国審査、もうそれも大急ぎで、それっていう感じで入れてもらって間に合いました。これね、このヘルプがなかったらね、多分乗れてないに違うかなって思いましたね。もう何よりもバタバタしてたでしょうね。なんか本当ありがたいです。この前日までね、ふみちゃんね、そろそろバイキングも飽きたなとか言ってたんですよ、せやねって言ってたけど、ここでこういう手配がなされているのを見て、あ、バイキングやっぱり良かったねということで、またあのバイキングはその価値を高めたのでございます。ただまあ私たちはね、あのエアカナダであのフランクフルトからトロント行くでしょ、トロントからバンクーバーって、まあそのちゃんと動きですよね。ところがね、ハリファックスの人なんかね、トロントからハリファックス戻るんですって。これまあ日本で言ってみたら、あと成田から熊本行って、熊本から大阪帰るみたいな感じですかね。もうちょっとちゃうけど、うん。でもっとひどかったのは、これは私たちと同じ飛行機じゃなかったですけど、バーゼルからねフランクフルトに来て、フランクフルトからチューリッヒに戻って、でチューリッヒからアメリカのどっか、まあ、真ん中辺かな、そこまでダイレクトフライトで飛ぶという。そんなんやったらバーゼルからチューリッヒまで電車かなんかで行った方がええん違うんとふと考えましたけど、あ、そうか、それって電車の切符買わなあかんしね、それから誰かアテンドしないかんと、それやったらもう飛行機に乗せて乗せての方がいいということなんでしょうかね。なるほど。というわけで私たちの旅行は、まあ、無事にというか終わりました。でもね、帰りがその19時間ぐらいかかってるんかな、それでどこで寝たらいいかという計算ができないまま、はあ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 、大急ぎで乗ったもんですから、ちょっと寝るの失敗しましてね、珍しく時差ボケ1週間ほどかかりました。1日 14、5 時間寝るという日が1週間続いたというわけで、今やっと普通に戻ったところでございます。あ、面白かった。